せーの、ナオトです。ナツミです。ラッコの森です。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。とまあね、動画がだいぶ空いてしまったんですけれどもお正月の期間はすごい僕たちね、遊んでましたね。ゆっくりできましたね。はい、のんびりしてました。その様子の動画もこの後にちょっとポポンって上がってくると思うので、ぜひ2022年もラッコの森をよろしくお願いいたします。ペコリー。ということで、新年一発目の動画は質問コーナー。以前にですね、インスタグラムの方で質問を募集させていただきましたので、そちらの方に今日はどんどん隠し事なし、はい、隠し事なしにお答えしていきたいと思います。コマッチングだね。コマッチングだね。恥ずかしいね。恥ずかしい、うん、それでは行ってみましょう。はい、まず1つ目、ビジネスカップルじゃなくて恋愛として付き合っているのですが、失礼なこと聞いてしまってペコリ。これめっちゃ来ましたね。そうですね、そういうビジネス関係に見えるのかな。ね、真剣に交際しております。はい、付き合っております。はい、次、次、どうやって出会って何をきっかけに付き合うことになりましたか。これはですね、出会いはダンススタジオで出会いました。なっちゃんが僕のレッスンに来てくれたところで出会ったんですけれども、そっから何をきっかけに付き合うことになったっていうと、お互いの共通の友達がいて、まあ、レタンがいて、レナですね、レナがいて、で私の親友なんですけどそう、ある時飲みに誘ってくれて、2人で飲んでたの。あ、そう、なっちゃんとレナが飲んでて、そこになんか誘ってくれて、出向いたら仲良くなりました。そうだね。そこからまあ連絡取り合ってっていう、まあまあ割と自然な流れで付き合いましたね。なので、まあ、恋のキューピッドはレタンということで、そうですね、レナが紡いでくれましたと、はい、レナありがとうございました。次、はい、はい、お互いの第一印象は何ですか。おお、僕の第一印象は高校生って思ってました。そうだね、17歳ぐらいなんじゃないかなって。僕のレッスン受けてくれる子は、まあ、比較的、まあ、いろんな世代の子がいるんだけど、小学校から30代40代ぐらいの方もいらっしゃるかな。幅広い、まあ、なんかやっぱり一番多い層で言ったら、やっぱ17歳から20代前半ぐらいの層が多いかなっていう感じで、最初にポンってレッスン来た時に思ったのは、可愛らしい、なんかアイドルでもやってる高校生なのかなって思ってました。一個上って知って急にたじろいじゃったんで急に敬語使ってくるの。あ、そうなんですかみたいな。何歳みたいな感じで、何歳ってもうめちゃめちゃ高校生に接するテンションで何歳なのって言ったら、23です。あ、そうなんですか気まずかった、ね、本当に気まずかった。年上であるな。いや、それななっちゃんの印象は何ですか。そうだね、でもかっこいいなとは思ってました。あの頃は、ね、ダンスがね、かっこいいとかっこよく見えるんだよね。ありがとうございます。そうそうそう、あの頃はね、痩せてて、あのもっと可愛かったからね。そうだね、ブイブイ言わせたしね。フレンドリーとか、生徒と仲いいイメージだったし、フレンドリーでかっこいい、はい、優しい先生って感じでした。ありがとうございます。はい、はい、次、どっちから告白したんですか。はい、これはね、僕から告白しました何その顔。次次、告白の言葉。おー、覚えてますか。覚えてるかな。実演してみよう。実演すんの、あの、恥ずかしいわね。雨だったんですよ、傘をさしてて、うん、その時の僕はちょっと結構強引で、付き合ってもなかったら2個持つじゃないですか。こういうことでしょ。持つじゃないですか。なんか知らないけど、これこうしてこうしてたんですよこういう状態でデートしてたんですけれど、桜のさ、こっちにどっちも桜ってさ、こう進んでるみたいな、一本道で鎌倉の、はい、そうです、ね、そうそうそう、すごい綺麗なライトアップされた夜の街で駅に向かってたんですけど、はい、照れちゃってる。なっちゃんのこと好きになっちゃったでしょそんなこと言ったっけ俺、うん、実演します。実演します。僕、なっちゃんです。私、なおくんです。なっちゃんのこと好きになっちゃった、僕の彼女になってください。いいですよ。こんな感じでした。こんな感じでした。はい、なんかこれをもっとなんかスマートにかっこよくしたらほぼ合ってるかなみたいな感じですねはい、次次、クリスマスは何かしましたか。この動画を見てくださいこちら次、はい、お互いの
好きなところを聞かせてください。じゃあ僕から行こうかな。すごくポジティブなところですね。いつもそれに救われてます。なんか仕事で何かやらなきゃいけないとかこう思い詰まってる時とかも大丈夫大丈夫って言ってポジティブな言葉をかけてくれるので仕事面でもそれ支えられてますし、基本的に生活面でも理由もなくニコニコしてるので、理由もなくはなんかちょっと失礼なんじゃないか。なんかずっとニコニコしてるのですごくいいエネルギーをもらえてるなっていう風に。そこが好きなとこかな。私はですね、はい、優しいところですかね。ベタだね。しかもちゃんと頼りになるところとか。優しい人は、まあ、たくさんいるじゃないですか。優しい人って優しいがゆえにもうなっちゃん好きなとこ選んでいいよ、なっちゃんが好きなとこ行こうみたいな感じだったらさ、結局さどこ行くかもさ全部私が決めなきゃいけないけど、なんか割と行きたいところとか行こうとか言ってくれるタイプなので、食べたいものとかも言ってくれるし、意外と食べたいものとかさパッと思いつかないじゃん、毎日意外とあるんです。そうだからそういう部分でもすごい合うのかなって思っています。はい、次。お二人の癖って何ですか？仲良しのお二人だからこそ実はご本人は気づいてないことがありそうです。お互いの癖、俺から見てなっちゃんの癖とか、なっちゃんが見て俺の癖。うわー、なんだろうね、鼻ほじるとかよくここら辺書いてますね。僕ここが痒くなっちゃう人間なんで。それ恥ずかしいな。もうちょっと言ってよ。あるな。ちゃんは、まあ、癖というか広島の方なのでたまにわけのわからない言葉が出てくるところとかですかね。通じない言葉がなかった。あのね、タウっていう言葉があったんだけど、それタウはなんだタウって。届くとかそういう意味らしかったんだけど、それとか出てくるって感じですかね。次ファントビ南美女カップルでめちゃめちゃ推してます。ありがとうございます。おまかいな。じゃあこの推してるっていう気持ちをですね、うん、ぜひ友達10人ぐらいに伝えていただいて、学校の森布教活動してください。お願いします。ご飯代とかどうしてますか？これはもう奢ったり奢られたりって感じ。まあなおの方が多いかなっていう感じかな。なんかあんまりさ、うちら割り勘ってなくない？割り勘はない。割り勘ないよね、うん、出すか出さないかじゃない。そうだね、なんか割り勘ってさ、なんかどこまでやったらいいかとか、ね、めんどくさいよね。自然な流れで、あの奢られすぎてたらなんか罪悪感あるし、奢、うんうん、りすぎてたら出せよみたいな。また足合うからね、奢りすぎてたらね。そうそんな感じです。うまいバランスでやってる気します。やってます。はい。一番好きな服のブランドは何ですか？なっちゃんあります？好きなブランドか、あんまないかもしれない。これはリリーブランは、リリーブランも好きなんだけど、きれいめなお洋服限定だから、きれいめなお洋服を普段たくさん着ているかって言われたら私はそうではないので、いろんなのかな。お互い別になんかこう固定のブランドで何か服を買ってるっていうよりかは、いろんな格好をしたい気持ちがあるから、割と2人とも同じとこで買うっていうのがなくて、でも2人がすごい好きなのはアミパリですね。結構前からね好きでした。アミってやっぱ高いから、そうあんま買えんけどね。そういっぱいは持ってないけど、これからねどんどんいっぱい着たいなっていうのありますね。このハートのこれです。次、お二人の T シャツ欲しいです。まだ買えますか？出たー、ラックの森 T 伝説の、ね、着てたやつね。こちらこれですね。あれね、限定でね作ったんですよ。1週間2週間ぐらいの、ね、限定生産みたいな感じの案件がなっちゃんなのに着てただけなんで、公式に売ってるってわけじゃないので、今のところはもう買えません。またなんか機会があったらぜひ。なんかさ、自分たちで作ってやりたいよね。やりたい。お互いそういう気持ちはあるから、服とか作れたら楽しいよねって話してるから、作れたらぜひお楽しみください。はい、はい、次。夏美ちゃんの毎日メイクが見たいです。おー、ですって。見たいですか？夏美ちゃんの毎日メイク見たいんですって。なっちゃんの毎日メイクをさ、動画に出そうよ。でもなんか男の僕から見てもメイクに時間がかかってない人、10分ぐらいしかしなくない？してない。何をしてるんだろう。めっちゃ面白くて、なっちゃんのメイクスタイルが、普通の女の子だったらさ、こうやって置いて、こうやってなんかこうやってやってる気がするじゃん。この人は決まった位置でこうやってちっちゃくなって、こうやってモグラみたいなの、なんかスタンドのやつ壊れちゃって、一時期ずっとできなかったから、本当アイメイクのここにある絡みとかで、こうやってた。動画をちょっと後々出そうかなと思うので、お楽しみにしてください。楽しみに。はい、次。筋トレしてますか？筋トレしてた時期があったんですけど、しば
ばらくねできてないんで、僕の今年の抱負合わせて言わせていただくと、体を大きくするのと絞るっていうのが、あの目標なので、ちょっと本格的にやろうと思います。でいつも基本的にしてるのはダンスレッスンでやってることになっちゃうんですけど、プランクトレーニングをいつも大体挟んでますね。私は全くしておりません。ぽよぽよです。ぽよぽよです本当それこそなおのレッスンでやるぐらいなので、まあ、基本的にいつもプルプルしてますね。自分のレッスンでやってない？もちろんやってないんだ。好きじゃないからやらない。2人がずっと仲いい秘訣は何ですか？最強の推しカップルです。早く VS パーク行こう。これはね、マブダチのね、はい、マブダチアキホから来てますね。ありがとう。アキチャンネルのアキホちゃんです。こちらが日向坂のことについて語ってる YouTube チャンネルやってるので、うん、ぜひ皆さんも見てみてください。はい、面白いよ。面白いね、うん、仲いい秘訣だって。仲いい秘訣、まあ、どっちも優しいんじゃない？怒らないと思う。ちょっとさ、嫌だなみたいなことあったりしたら、それをちょっと笑いに変えてお伝えするか、うん、なんか楽しそうに、うん、なんかこうだよこうだよみたいな感じで言って、なんか相手も怒らないように伝えるっていうスタイル。僕がなんか思ってるのは、やっぱり人とさ付き合うとか関わるって、やっぱり自分と違う人間なので、自分の考え方を押し付けちゃいけないなっていう風に思ってるので、ライトに何でも言えるようにしようとしています。だけど言わなすぎるのも良くないと思うので、それこそオブラートに包んだ言い方をできるように心がけてるっていうところですかね。ですね。まあでも基本的に仲いいから、そんななんか喧嘩することもないし、仲良くやってますね。はい、はい、VS パークは行こう。早く行こう。背伸ばす方法教えてほしいですあ、これはね、僕も教えてほしいですなっちゃう。でも私寝てただけだからね。あ、よく寝るけんね、うん、本当に寝てただけ。僕は寝てください、たくさん。次、YouTube を始めたきっかけ、一番最初の動画を見ていただけたらっていう感じなんですけど、一番最初の動画スクロールしてもらったら、まあ言ってるんですけど、いろんな活動をしていく中でね、やっぱりこのコロナの影響とかもあって、お互いがしてる活動以外にも何かこう新しいプラットフォームができたらいいよねっていうポジティブな理由で始めた次第でございます。仲いい方だと思うので、それ見てなんか楽しんでいただけたらなっていう、やめてっていうのがありましたね。はい、はい、お二人の自己紹介を聞いてみたいです。まっちゃんからどうぞ。あ、普通に自己紹介していいってこと？はい、花岡なつみです。25歳になりました。今年26になる代になります。血液型は O 型で広島県出身です。自己紹介って何？こんぐらい？好きな食べ物はお寿司、焼肉です。ちなみにこれも最初の動画に貼ってるので見てください多分同じくだりやってるよね、うん、直人です。24歳です。今年25歳になるので四半世紀を生きたことになりますね。もうすぐでね。血液型は O 型。 A 型じゃないの？そうだね、嘘ついちゃった。血液型は A 型で乙女座ですね。好きな食べ物は牡蠣が好きです。以上。以上。K-POP の中では一番好きなグループは何ですか？私は今は IVE が好きです。ブラックピンクじゃなかったの？まあ、どうね、じゃあね、マミ。ブラックピンクも好きだけど、今は IVE が好き。可愛いもん、だってオール可愛い、ずっと見ちゃうなって感じですね。どう？僕は変わらずマモリンが好きですね。トワイス。トワイスだ。です。はい、次。子供は欲しい？欲しい。欲しいね。マジで子供が最近可愛くて仕方がねえ。この前ちょっと旅行に行ってきまして、その時にめいっ子ちゃんもいたんですよ。私のそのめいっ子ちゃんが天使すぎて。天使だったね。本当に天使だったよね。天使だったね。もうなんかずっと可愛いの、一生可愛くて。ね、生まれそうだったもん自分。妊娠しそうだった。妊娠しそうだった。母乳でそうだった。本当可愛かったんだよね。癒されて、毎日さ、そんな天使たちがさ、いる生活って本当幸せだろうなって思った。二、ね、人してメロメロでしたね。メロンメロンメロンでした。メロンメロンメロンでした、はい、お、夏美ちゃんのファッションになりたいのですが、ポイントはありますか？ですって。
嬉しいね。嬉しい。夏美ちゃんのファッション時代になりたいって言ってるから、もうあの相当なファンですよこれは。本当ですか、嬉しいな。行ってみてください。ポイント、着たい服があったら買うっていう感じで、まあ、最近はちょっとね、あの組み合わせ、こういうので組み合わせられるなと思えたら買うんですけど、基本的にファッションモンスターが隣にいるので、私がコーディネートしたい、例えばトップスが着たいってなったら、このトップス見せて、この下には何が合うかっていうのを聞いて、あ、じゃあこれには白が合うんじゃないとか言われたら、そこ白入ってみたいな感じで、もうナオに任せています。なので着たいものを1個選ぶで、私はそれを持っていく。そうすると靴とかまで決めてくれるので、私は特にあのファッションモンスターではないんですけど、実際乗ってるおしゃれなあるたちは僕が食べます。はい、なっちゃんのなっちゃん、夏美ちゃんのスキンケア。スキンケアは私はコスメデコルテっていうブランドがあるんですけど、そこの一式を使っています。よく思うんですけど、やっぱりなっちゃん隣で見ててもすっごい肌が綺麗なんですよ。なんかやっぱり若い時から竹芋を使った方がいいらしいです。今後さ、例えばシミとかそばかすとかいろいろニキビとかさ、吹き出物とかあるとするじゃん。それをさ、お金かけて結局さ直すわけよ。だったら最初から頑張って高いの使って自分に合うお肌のものを見つけて使ってった方が、後々コストダウンできるというか、今から自分に合うものを見つけてつけていった方がいいんじゃないかなっていうのを私は思っているので、ちょっと高いものでも頑張って買って使うようにしてます。素晴らしいですね、はい、って感じですね。でもナオもすごい肌綺麗なんですけど、ナオは逆につけると荒れます、はい、あの高いのでもつけると荒れるので、そうそうそう、逆に合うのは探してます。だからさ、こういうタイプもいるよっていうことだよね。やっぱ僕はだってそしたらシミだらけのクソジジイになっちゃうから。超敏感肌に効くやつ、うん、教えてほしいね。ください。次、好きな異性のタイプは何ですか。どうぞ。僕、吉田羊さんがずっと自分の中のトップですね。ああいうなんかこう、なっちゃんがタイプです。知性があるような感じの方がすごい惹かれます、僕は。で、今密かに来てるのはシャウエッセンじゃなくて、なんだっけ、ケプラーの、あ、シェンシャオディンちゃん。そうそうそう。失礼。大人感がある方がすごい好きなんだよな。だとしたら真逆だけど大丈夫。なんかね、なんだろう、こういう童顔の方がおばさんになった時の感じがすごい好きです。なっちは異性のタイプでしょ。まあ、なおなんだけど。本当？うん、お、異性のタイプってさ、優しいとかじゃなくて人のこと。分かりやすい例を挙げたらいいんです。好きな顔のタイプで言ったらヤマピーとか好き。ナオピーも好きだよ。中性的っていうの。吉沢亮さんとかも、あ、ナオさんだわ。好きな異性のタイプ、ナオさんです。はい。次、夏美さんのダンス着どこで買ってるか知りたいです。私のダンス着はですね、最近は全部シーンで買っています。ほぼシーンじゃない。そうだ ね、ほぼシーン買ってるよね。下のスウェットパンツはなおのさ、アマゾンで買ってるんですけど、僕はクロスステッチっていう、調べると太めのシルエットのスウェットが出てくるんで、ナイキとかさ、アディダスとかだと結構シュッとしてるスウェットが多いじゃん、うん、太めのなんだっけ、スウェットなんで、クロスステッチおすすめです。それをあの結構履いてることが多いですね、下は、はい、なんだって下はそれで、上はシーンです、はい、シーンの動画もここにあるので、うん、はい、見てください、見てください。ということで、まあ、たくさんの質問ありがとうございます。ありがとう、んありがとうございますって言った。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、なんかこれ以外にもまだまだ質問たくさんあったんですけど、お互いもね、ダンスの先生してるので、ダンスの質問がたくさんあったんですけど、それはまたなんかダンスの質問編みたいな感じで募集しようかなと思ってるので、まあ、ちょっと答えられなかったらちょっと方ごめんなさいって感じなんですけど、まあ、基本的にね、結構お互いに聞いた質問内容として、先生のダンスレッスン通いたいですとか、そういう系のあれがあったので、私たちは誰でもウェルカムですし、もちろんあのいつでも遊びに来てくださいっていう感じですね、はい、お願いします、はい、あのうまくさせる自信はございますので頑張ってあの最初の一歩を踏み出してきてくれたらなっていう、はい、思います、 はい、まあそれ以外はね、今度別の機会で答えさせていただけたらなと思います。思います。はい、どうでしたか、いっぱい質問を答えてみて。意外とみんな知らないというかさ、ね、そう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 、こんだけいろいろ、まあ、こんだけでもないのか、うん、
うん、まあまあ動画出してたけど、それでもねまだ自分たちがビジネスカップルだと思ってる方もいるんだなと思って、これからはねもうちょっと仲良しのところをね見せていきたいなっていうふうに、そんな風に思いましたね。そうですね、はい、2022年は動画の本数も1ヶ月さ更新空いてたりと去年はしてたので、うん、今年はちょっと1週間に1本はね出したいなっていうのもありますし、 YouTube にねもっと力を入れて見てくれる人もどんどん増えて、楽しい企画とかもやっていけたらなって思っているので、これから応援していただけると嬉しいです。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。1,2,3,4,5,6,7,8